俳優の柴田恭兵さん。いつまでもかっこよくて、実力派の俳優さんでもあります。最近は、以前ほど姿を拝見しませんが、どうされているのか気になったので、調べてみました。柴田恭兵さん。本名、柴田恭兵。1951年8月18日生まれの69歳。ご出身は静岡県清水市で、学歴は日本大学経済学部卒業。実家は魚屋魚心を営んでいて、兄が2人と姉が1人、弟が1人という、5人兄弟の真ん中に生まれました。小さい頃はガキ大将で、中学では野球部に所属し、高校でおしゃれに目覚めたという、ごく一般的な少年でした。今でこそ大物俳優と言われていますが、そもそも芸能界に入るつもりなど、みじんもなかったというのです。なので、大学を卒業して、さっさと、アパレル系企業に就職して、営業マンとしてバリバリ働いていたそうです。サラリーマンになったその理由はなんと、大学時代から付き合ってた彼女との結婚資金を貯めるためだったとか、意外にも安定志向だったんですね。ですが、結局、破局してしまい、もうお金を貯める必要もなくなって、あっさり会社を退職してしまいます。ちょうど、その頃、大学時代に知り合った、劇団東京キッドブラザースの、東豊氏に誘われていたこともあり、演劇の世界に飛び込むことになったのですが、劇団に入った理由が、なんと、失恋のショックから立ち直るため、ポジティブな動機ではありませんでした。それでも、結果的に、今の柴田さんがあるのは、その女性のおかげとも言えますよね。1975年、10月は黄昏の国で初舞台を踏み、その後はテレビドラマに進出。デビュー、2年目に、村川徹監督推薦で、大都会2にゲストで初出演することができました。1978年ドラマ大追跡でレギュラーに、あの独特の身のこなしで人気に火がつくと、1979年赤い嵐で連ドラ初主演を果たし、俺たちは天使だ。で一気に大ブレイク。主題歌男たちのメロディーと、エンディングの天使ポーズ。思い出しちゃいますね。後の柴田恭兵さんの演技の叩き台となったのがこのドラマで、空前の東京キッドブームを巻き起こし、演劇界ナンバーワンスターとなったのですから、一介のサラリーマンだったのに、人生どこでどうなるかわかりませんね。そして1986年、柴田さんを国民的スターにしたドラマ「危ないデカ」に巡り合い、それまでの刑事ドラマとはまるで違った、ポップな感覚の演技で、セクシーユージこと、大下裕二を演じて大ブレイク。ダブル主演の舘ひろしさんが演じる、ダンディ高子と高山俊樹とともに、当時、絶大な人気を誇り、その一挙手一投足が話題になり、社会現象にまでなりましたね。映画でもシリーズ化され、2016年、さらば危ないデカまで、なんと、足掛け30年も出演しました。ドラマ、はみ出し刑事、情熱系や、ハゲタカのシリアスな演技でも、見る者を魅了した柴田恭兵さん。ちなみに、これまでの受賞歴は、日本アカデミー賞優秀主演男優賞と、日本アカデミー賞優秀助演男優賞を、それぞれ2回受賞されている。日本俳優陣の中でも間違いなくトップレベルの方といえます。プライベートの情報は少ない方ですが、実際はどうでしょうか。柴田恭兵さん、ご結婚されたのはアブデカの3年前、32歳の時にご結婚されています。奥さんは愛媛県ご出身だそうで、元モデルさんだったとか、現在は柴田恭兵事務所の取締役で、お名前はかなさん、とおっしゃり、出会った時はバツイチで、
シングルマザーだったのだとか。二人の馴れ初めは友人の紹介だそうです。お子さんは息子二人と娘が一人で、長男の智夫さんと次男のあゆさん。娘さんは名前すら公開されていません。長男は奥さんの連れ子ということです。全員一般人ということですが、とてもいい関係だったそうです。しかし突然ある出来事が柴田さんを襲うことに。2004年12月のことでした。最愛の次男が急逝してしまったのです。原因は持病の気管支喘息の発作から、心臓発作を併発したことだったとか。当時次男は九州芸術工科大学でコンピューター音楽を専攻していて、一人暮らしだったそうです。急に連絡が取れなくなったため、知人が息子さん宅を訪ねたところ、変わり果てた姿を発見したのです。享年二十歳という若さでした。子煩悩でしたから、心中察すると言葉すらありません。しかしわずか3ヶ月後の映画まだまだ危ないデコの現場には、悲しいふりを一切見せずに臨む柴田さんの姿があったのだとか。悲しみをぐっとこらえ打ち込むその姿には、周りの役者が奮い立たされたといいます。しかし何ということか。その2年後2006年7月には、自身が初期段階の肺がんであることが発覚。摘出手術を受けたのです。原因はヘビースモーカーだったこと。それ以来禁煙しているといいますが、次々に襲う運命のいたずらに、もうお願いだからやめてくれと思ったのではないでしょうか。ちなみに現在の状況はというと、2年間ほどの抗がん剤治療を終えて、再発率が高いにもかかわらず、再発もせず寛解されたようです。今は仕事はマイペースで、草野球とゴルフに熱中しているそうです。それにしてもやはり肺がんの手術後は見た目にも急激に痩せてしまい、加齢による劣化も影響してかなり風貌が変わったように見えますし、噂に過ぎませんが、再発の噂も絶えないのが現状で、やはりみんな心配なんですね。さて2020年話題の映画コンフィデンスマン JP プリンセス編が公開中ですが、柴田恭兵さんもキーマンとして出演しています。見る限りでは一時期よりは少しだけ顔がふくよかになった、そんな感じですので安心しました。アブデカの最初の頃に往年の相棒の舘ひろしさんが柴田さんのことをこんな風に言っていたとか。最初はやりにくい役者だと思ったね、でもやがて自分が嫉妬していることに気づいた。軽い芝居、スピーディーな芝居、キレのいいセリフ、僕にできないことができる人だった、リスペクトする気持ちの表れでしょうか。柴田さんのニックネームの京様の名付け親は実は舘ひろしさんなんだとか。まさに対極にいた二人だからこそ、アブデカは大成功したのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？柴田恭兵さん、トントン拍子に駆け上がった大スターへの階段とは裏腹に、私生活では大きな苦難を味わっています。しかしそれを感じさせないのがこの人のすごいところなんですね。変幻自在の演技にさらに磨きをかけて、これからは枯れたいい味の演技が楽しみでなりません。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。